ートへたどり着くには勇者の協力が必要不可欠だ。それにはこの巨大な木を切り倒さなくてはならない。ユージを彼の一生をかけても終わらない天職から解放するために。おい大丈夫か。大丈夫じゃないかも。これとてつもなく重いんだ。見てくれキリト、青バラの剣だ。この剣は何なんだ。ルーリットの村に住む人ならみんなが知っている、ベルクーリと北の白い竜っていう冒険譚があるんだ。ベルクーリは300年前にこの土地に村を開いた初代の入植者でさ、彼の冒険譚の中にこの青バラの剣が出てくるんだ。ユージョはこの剣をどこで手に入れたんだ。6年前にアリスと果ての山脈に行ったって話をしただろう。その時に洞窟で竜の骨とこの剣を見つけたんだ。ドラ…いや竜は死んでいたんだな。うん、骨には刀傷がついていたよ。竜を殺した奴がいるってのか。一体誰が。わからないけどその人は少なくとも剣には興味がなかったみたいだ。それで友情は放置されていたこれをここまで運んできたのか。一昨年の夏から安息日ごとに少しずつね。大丈夫かい。なんとかな。とてつもなく重いけどそれ以上に綺麗な剣だな。普通の鋼じゃないよね。銀でもないし竜の骨とも違う。つまり人の手によるものじゃないんだと僕は思ってる。神様の力を借りて強力な術師が形にしたか、あるいは神様が手から作り出した、そういう器物を神器って言うんだ。青バラの剣もきっとその一つだよ。神が作り出したものか。この仮想世界における神とは一体何だ。ゲームにおける管理者、メインプログラム。何にせよ今わかっているのはこの青バラの剣が恐るべき優先度を誇るオブジェクトだってことだ。ユージョ、少し試したいことがあるんだけど。まさかその剣でギガスシダーを。禁忌目録に剣でギガスシダーを叩いちゃいけないなんて項目があるのか。いや、そりゃそんな掟はないけど。じゃあ問題ないな。なんだか前にもこんなことがあったような。試してみる価値はあるだろ。うまくいけばこの木を切り倒せるかもしれないぜ。分かった、慎重にね。キリト大丈夫。こりゃダメだ、反動だけで手足が痛い。これだから言わんこっちゃない。やっぱり難しいみたいだね。なあ、まずは青バラの剣を自由に振り回せるようにならないとな。変なことに付き合わせて悪かった。いいんだよ、気にしないで。それより手足が痛むんだろ。シラル水を持ってくるから少し休もう。ああ悪いな。それじゃちょっと待っててね。青バラの剣を扱えるようにか。ゲームであればレベルやクラスやステータス何らかの条件があるはずだけど。そうだ、ステーシアの窓。オブジェクトに試せるのなら自分自身にも試せるかもしれない。ユニット ID と、こっちが店名か。青バラの剣を振るのに失敗したから少し減っているな。
オブジェクトコントロールオーソリティが38、システムコントロールオーソリティが1しかないシステムコントロール権限は神聖術に関するレベルか。そして38あるオブジェクトコントロール権限、武器やアイテムの使用に関するのはこっちかな。青バラの剣は+45オブジェクト、オブジェクトコントロール権限を45まで上げれば青バラの剣を使いこなせるようになるってことか。とはいえどうやったら権限を上げられるんだ。お待たせ、キリト。さ、青バラの剣はギガスシダーのウロにでもしまって少し休んだら村へ戻ろう。あら、キリト、帰ったのね。なあ、セルカ。ああ、そうだ、今少し話せるかな。私？ええ、別に構わないわよ。その、聞きたいのはセルカのお姉さんのことなんだ。私にはお姉さんなんていないわ。今はだろ、ユージオに聞いたんだ、君にアリスっていうお姉さんがいたこと。ユージオがあなたにアリス姉様のことを話したの？どこまで？アリスもこの教会で神聖術の勉強をしてたことや、6年前聖護騎士に連れて行かれたってこと。そう、ユージを忘れたわけじゃなかったんだ、アリス姉様のこと。村の人はお父様もお母様もシスターも決してアリス姉様の話をしようとしないの。まるで最初からアリス姉様なんていなかったみたいに。だからユージオも姉様のことを忘れちゃったのかもって。忘れるどころか、ユージオはすごくアリスのことを気にかけてるみたいだぜ。それこそ天職さえなければ今すぐオートまで探しに行きたいくらいに。そうなの？じゃあユージオが笑わなくなったのはやっぱりアリス姉様のせいなのね。ユージオが笑わない？ええ、姉様が村にいた頃のユージオはいつも笑っていたわ。でも姉様がいなくなってからは笑顔を見てない気がする。確かにユージオの物腰は静かだが、俺の前で笑ったことは一度や二度ではない。彼がセルカや他の村人の前では笑顔を見せないというなら、その理由はおそらく罪悪感だろう。やはりユージオの魂は単なるプログラムではありえない。彼は俺と同じ本物の意識、魂、フラクトライトを持ち、6年の長きにわたって深く苦悩し、傷つき続けてきた。ねえ、何を考えているの？いや、ちょっと思っただけさ。ユージはきっと、君の言う通り、今でもアリスのことが何より大切なんだろうなって。なのね、やっぱり。セルカはユージオのことが好きなんだ。な、そんなんじゃないわよ。なんだかたまらないのよ。お父様もお母様も口には出さないけど、いなくなった姉様と私を比べて。だから私、家を出て教会に入ったの。なのにシスターアザリアでさえ私に教えながら、姉様なら一度でできるようになったのにと思ってる。
そんな人じゃないけど、私のことを避けてる。私を見ると姉様を思い出すから。でもそんなの私のせいじゃない。私は姉様の顔だって覚えてないのに。ごめんなさい、取り乱したりして。いや、その、泣きたい時は泣いた方がいいと思うよ。うん、そうね。なんだか少しだけ楽になったわ。人の前で泣いたのは随分久しぶり。へえ、すごいなセルカは。俺なんてこの歳になっても人前で泣きまくりだ。あれ、キリト、記憶が戻ったの？いや、そうじゃないんだが、そんな感じがするっていうか。ともかく自分は自分なんだからさ、他の誰かになんてなれない。だからセルカも自分にできることをすればそれでいいんだ。そうね、私自分からも姉様からもずっと目を背けようとしてたのかもしれない。あら、もうこんな時間なのね。キリトの聞きたいことって結局何だったの？いや、十分分かったよ。そうねえ、キリト。なんだ？キリトは聖号騎士様がどうして姉様を連れて行ったのか、その理由も聞いたの？ああ、なんで？私は知らないのよ。お父さんたちは何も言わないし、ユージオも教えてくれなくて。確か果ての山脈にある洞窟を抜けて闇の国の土に手を触れてしまったからって聞いたけど。そう、果ての山脈を。大丈夫か、セルカ？ええ、平気よ。教えてくれてありがとう。せっかくの安息日なのに引き止めちゃって悪いな。ううん、気にしないで。それじゃあ私は行くわ。ああ、またな。キリト。なあ、村長さん、何ですか？セルカを見なかったか？セルカ？さっきまで話をしていましたが、その後はどこに行ったのか。家にいないんですか？教会にも村の中にもセルカの姿が見当たらないのでね。え？シスターアザリアもセルカの行方はわからないと。きっと何か急な用事があったのでは。すぐに帰ってきますよ。だといいのだな。ともかく他を当たってみる。俺も探してみますよ。教会の人間でセルカと最後に話したのは俺かもしれませんし。感謝する。すまないがよろしく頼むぞ。セルカが行きそうな場所か。友情なら付き合いも古いし、何か知っているかもしれないな。
ユージオ。キリト、どうしたんだい？実は。そんな、セルカがいなくなったって。ユージオ、セルカが行きそうな場所に心当たりはないか？行きそうなって言われても。俺、セルカと少しだけアリスの話をしたんだよ。だからアリスとの思い出の場所かもしれないと思って。あ、ユージオ、アリスが聖号騎士に連れて行かれた理由をなぜセルカに教えなかったんだ？そういえば昔聞かれたことがあったね。なぜ、どうして言わなかったのかな。はっきりした理由があったわけじゃないんだけど、不安だったのかもしれないね。セルカがアリスの後を追いかけてしまいそうで。それだ。え？俺、セルカに教えちゃったんだ、アリスが闇の国の土に触れた話を。セルカはきっと果ての山脈に行ったんだ。それはまずいよ。村の人に気づかれる前に早く追いかけて連れ戻さないと。いや、今すぐ追いかけても間に合うかどうか。もしかしたらもう洞窟に着いているかもしれない。念のために聞いておきたいんだけど、もしセルカが闇の国に入ったら、その場ですぐ聖号騎士に捕まってしまうのか？いや、聖号騎士は多分翌日にやってくると思う。6年前はそうだった。そうか。じゃあ最悪の場合でもまだセルカを助けるチャンスはあるわけだ。何を考えてるのさ、キリト。単純な話さ。今日中にセルカを連れて村から出れば、聖号騎士から逃げ延びることができるかもしれない。そんなことできるわけないよ。天職だってあるし。別にユージオに一緒に来てくれとは言ってないぜ。俺がセルカを連れて逃げるよ。俺が口を滑らせたのが原因なんだからな。その責任は取る。ダメだよ、無理だよキリト。セルカにだって天職があるんだよ。たとえ騎士が来ると分かっても君と一緒に行くはずがない。それにそもそもセルカが闇の国に足を踏み入れるなんて重大な禁忌を犯すなんてありえないことだ。でもアリスにはできた。アリスは特別な存在だった。彼女は村の誰とも違っていた。僕とも、もちろんセルカとも。ともかく今はセルカの元へ急ごう、キリト。なあ、とはいえ最近は獣の動きがおかしいんだろ。念のため今朝支給された武器を持っていこう。うん、わかった。よし、それだけ揃えたらすぐに出よう。行くよ。わかった。Thank you.
友情、そうだね。
ステイクールで行こうぜ。